決勝は各選手の特徴を中心に見ていきます。スタンダード部門のソロ競技はタンゴです。各カップルが16小節の規定フィガーを踊って、その後オリジナルに入っていきます。決勝には4組の日本人が登場しますが、まずは橋本女組です。はい、今や日本を代表していく大型のカップルですね。特徴としてしましては、非常に大きな、トップ上半身、綺麗なラインを持った本当に、大型のカップですね。そうですね、男女ともに上背がありますよね。そうですね。ただこう見てるところではですね、足がちょっとベタ足になるところが非常に多いですね。はい、タンゴと言いますと足がこう特徴的な踊りなんですけども、ベタ足というのとはちょっと違うんで、余ってるように見えてしまうところがちょっとあります。エントリーナンバー20番、はい、元池純、武藤のり子。続いても日本人です。今回が初めての決勝進出、元池武藤組です。はい、今回の大会は予選からですね、私の目には今までに、見たことのないようなパフォーマンスを見せて、くれました。そうですか。はい、具体的に言いますと、これはもう私の目のからの話なんですけれども、どちらかというと彼たちは動きを途中でやめてしまうところが見えたり、インにこもるというんですかね、内側にこもってしまうようなところがよく見受けられたんですが、今回の大会では予選のうちから外側、いわゆるアウトに、彼たちの表現が見えて、非常にフレッシュで、なんていうんですかね、新鮮に見えました。自信をつけてきたということでしょうかね。そうなんですかね、明るく見えますね。はい、エントリーナンバー33、ミスター・ビクター・フォン and ミス・アナスタシア・ムラビエヴァ from the United States。 アメリカのビクター・ファン組です。今年のブラックプールでは3位でした。はい、私はもう以前から好きな選手であるんですが、若干今年はですね、ちょっと硬い、上半身が硬いような印象を受けました。そうですか。はい、ただ今踊っているところを見ますと、やはり足元の強さ、コントロールですね、これはやはり、素晴らしいものがあります。はい、少しやはりこういうところを見てても、以前より、上半身、背中あたりの硬さというんですかね、そういうものが見えるんですが、安定性は抜群ですね。密着してホールドがタイトなタンゴ。ナンバー60番、新倉貴博、中田由紀子。今度は新倉中田組です。はい、彼も最近売り出し中の期待の日本人のカップルだと思います。はい、彼の特徴は非常にこうクリーンなシェイプ、そして闘志を前面に出す、表情からも分かりますけれども、こういったところが特徴だと思うんですが、ややもするとですね、ちょっとその上半身の硬さが、見えてきてしまいまして、足元と、下半身とですね、上半身のバランス、そういったところが様々ばらけてしまうというか、そういうところがあるんですが、非常に力強い、タンゴを今踊ってると思います。はい、去年のこの大会では準決勝まで進みました新倉中田組です。今年は決勝に進んできました。エン
Entry number 67, Mr. Sang Hyo Jo and Miss Sehee Lee from Korea. 躍進してきています韓国のカップルです。はい、私はあの予選からですね、このカップル目に入ってきていたんですね。今ちょっとブレが ありましたけれども、非常に立ち方とか、先ほどの本池選手とちょっと似たようなルックスが あるんですけれども、はい、少しポジションですね、男性と女性のポジションに難があるかなと。具体的に言いますと、男性の左サイドがちょっと後ろに下がり気味というか開き気味というか、はい、今みたいなところちょっと左サイドは弱いなっていうふうに見えるんですが、立ち方がちょっといいですね。はい、こうなりますと非常に目立ちますよね。そうですね。エントリーナンバー114番、岡田大輔、菱田純子。続いては日本のカップルです。岡田菱田組です。はい、岡田組はもう日本のトップの選手として、皆さんご存知の選手だと思います。私から見た岡田選手の特徴、印象といいますと、はい、非常に音楽的なセンスが あるカップルだといつも見てるんですね。で、特徴をもう一つ言いますと、しなやかな踊りができるカップルなんです。で、それが若干その立ち方、ネックがちょっと前に入る時があるんですが、そういう時にフレームに弱さが出てきてしまうところがあるんですが、そのあたりが改善されていくと非常に面白いカップルになるんじゃないかなっていつも期待してるんですね。はい、柔らかさもありますよね。そうですね。柔らかさと弱さが一緒になっちゃうとまずいんですけどね。ミスターキュンシクシン and Miss Min Jong Kim from Korea。今年のスタンダード部門決勝には韓国のカップルが2組進んできています。こちらはキュンシクシン組です。はい、こちらの韓国のカップルも先ほど出ましたサンヒョージョ組と同じように予選のうちから目に入ってきてた、カップルですね。はい、第一印象としましては非常にスタイリッシュでシャープで、そんなイメージがあるんですけれども、少し今の単語のリズムには少し遅れ気味というかブレがちょっとあるようなところもあります。ただよくこう見てみますとフットワークが綺麗ですね。今ちょっと引っかかっちゃいましたけれども、特に女性が出てかかとから出ていく場所がはっきり綺麗なフットワークで踊ってるんで、そういうところは素晴らしいなと思います。エントリーナンバー166、ミスターアルナス・ビゾガス and Miss Katyusha Demidova from the United States。 さあ、ビゾガス組です。今年の UK 選手権ブラックプールで優勝しました。世界のトップに躍り出たカップルです。はい、世界チャンピオンですね。はい、今のちょっとブラッシュアップは女性カチューシャがちょっと反応しきれてなかったですね。緊張してるでしょうか。見ての通り、素晴らしいカップルですし、世界チャンピオンであります。テクニックも素晴らしい、ところがあるんですが、やはり去年も彼たちは来てたと思うんですが、個人的にはですね、はい、私は去年の方が良かったと思います。あ、そうですか。はい、はい、いや、もちろん素晴らしいんです。テクニックも追随を許さないぐらいのテクニックがあるんですけども、やはり彼たちの特徴であるしなやかなものっていうのが僕は見たいなと思いますね。今ちょっと女性がオフバランスになったところがありますし、そういったところは
もうちょっと期待してますけれども、はい、ソロ競技が終了いたしました。タンゴの結果はご覧のようになりました。はい、アルナス・ビソカス組とビクター組、1位に、ダントツですね、はい、橋本組も3位たくさんあります。そうですね、その他の選手もですね、この結果をフロアで見てるんで精神的にはいろいろな思いが交錯してると思うんですけれども、まあ、そこで奮起をして、自分のモチベーションにつなげて、次のワルツにつなげていっていただきたいと思います。